はい、今回の動画はメールアドレスのデータが流出していないかどうかを調べることができる無料のサービスをご紹介します。で、この動画を撮ってる2018年は、Facebook であったりだとか、あと、ま、Google プラスですね。まあ、これでですね、世界的にですね、大規模な個人データのね、流出がありました。で、Facebook のね、自分のデータが流出してないかどうかをね、調べる方法の動画はね、以前ね、作成してますんで、そちらがね、気になるって方はですね、この今動画の上ね、右上のあたりにそのリンクを貼っておきますので、そちらをクリックしてですね、その Facebook のね、データが流出してないかどうかをね、調べてみてください。で、まさにですね、今この動画を撮っている2018年の12月もですね、中国のとあるメーカーが、そういうデータの通信機器なんかにですね、スパイチップを埋め込んであってですね、この個人情報なんかをね、こうね、抽出してるんじゃないかっていうのが、もう世界的にね、話題になってますけども、まあそういった形でですね、その個人データっていうのがね、今ね、もう自分の知らないところで勝手に流出してしまったりだとかね、する時代です。で、まあ、今回ご紹介するこの Firefox モニターはですね、その自分のメールアドレスがですね、そういった形でですね、このね、今ここにも書いてありますけど、ハッカーとかにですね、こう抽出されてないかどうかっていうのを調べることができるツールになります。で、使い方はね、もう至って簡単で、このメールアドレスを入力をしてくださいっていうところにね、アドレスを入力をしてもらって、この検索ってところをクリックしてもらうと検索することができます。はい。で、メールアドレスを入力をして検索を押すとね、まあ、今回入力をしたね、アドレスに関しては問題ありませんという形で出てきましたけども、まあ、万が一ですね、このデータが流出している場合はですね、その流出の履歴であったりだとか、あとはどの場所からですね、データが流出しているのかっていうので調べることができるといったね、ツールになります。なので、まあ、自分のメールアドレス宛てにですね、まあ、最近ね、こう、頻繁にこのスパムメールが届くなんていった方はですね、まあ、一度ね、こちらのね、ツール、サービスでですね、調べてみてもらえるといいかなと思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。